はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、便秘の方とか、あとは尾低骨が痛い方がですね、踏ん張ってもつるんとね、出やすい踏ん張り方というのをね、紹介しようと思います。まあ、便秘じゃない方とかは全くね、興味がないと思うんですけども、まあ、いざという時のためにね、よかったら最後までご視聴ください。というのもですね、タートルですね、最近腰痛めてたんですけども、それ腰がまあヘルニアって言われてですね、そっからちょっとしたら治ってですね、ああ心地よいな、歩くのはと、歩けるっていうのは幸せだなと思ってたんですけども、ちょっと自転車で転びかけて、もうここの尾低骨をですね、ガーンと打ってしまって、またなかなかね、立ったりしゃがんだりが不自由な日々が続いておりました。なので3日4日動画をね、多分休んだかなと、もうちょっと休んだかなという気がしております。でですね、やっと少し良くなったんですが、まあ、ケツがですね、見事に青字になってましてですね、まあ、自転車のサドルでゴーンとぶつかったんで、そこがですね、見事に、ここがですね、このケツがですね、いやーん、わーお、ということで少し NG なので見せれなかったんですけども、本当にお尻全体がもう紫になってしまってですね、まあこれは本当に何が痛いって、座ったりしたら痛かってですね、でうんちをするときにちょっとクッと踏ん張ると痛いってなってしまってですね、これはマジでうんちできないぞと、まあ本当に便秘にね、ちょっと なったんですけども、その時にこの踏ん張り方はいいぞっていうものを見つけましたんで、それをね、ぜひ紹介します。まずですね、これがまずベンチと思ってください。トイレの便座ですね、便座で、この便座ってこの前側がですね、丸になってるやつと、あとは、視力検査とかにね、使うような、こういう C の形になってるものがね、多いんですけども、この座って踏ん張ると痛くって、もうどうにもならなかったんで、足をついたままですね、この便座に手を置いて、こういう感じで、この、見えるかな?ケツを浮かしてですね、踏ん張りました。そしたら見事に、座ってから、うわーって踏ん張っても出なかったものが、この体勢になったら、あれ?出た?みたいな感じでですね、簡単にできてですね、これは便秘の方とかにも、とてもいい踏ん張り方だなと、タートルは思いました。でそっから今少し痛くなくなってきたんですが、まあ、出やすいので、こうやって、前かがみになって、お尻を浮かしてですね、こうやって今でもやってます。これぜひね、お尻痛い方とか、あとは、便秘な方には、とってもおすすめじゃないのかなと思っております。で、実際ですね、椅子よりも便座の方が低いので、手をついて、前かがみになってもですね、足がちょっとね、浮かしにくいんで、足はついたままで、前重心にして、ちょっとでいいのでね、もうほんとちょっとでいいんで、ちょっとね、お尻を上げる。前かがみで。っていう方法でぜひやってみてください。はい、お疲れでした。ということでね、今回は尾低骨が痛い人、そして便秘な人、その二方でもつるんとね、便を排出するとっておきな踏ん張り方、または座り方というところの紹介でした。ぜひね、女性ってやっぱ便秘な方っていうのはやっぱ痩せにくいですから、しっかりね、腹筋ない方とかもね、うわーっと踏ん張って出ないかもしれないんで、今みたいなね、手をついて前かがみになってお尻を上げるという踏ん張り方をぜひ試してみてもらえたらと思います。今日はあんまり参考にならないですが、ちょっと尾低骨がね、痛かったタートルの便の排出方法でした。